神奈川県藤沢市伊勢山公園にて2017年8月18日撮影栃木県日光市にて撮影更新塔は更新塚とも言い,い中国より伝来した道教に由来する更新信仰に基づいて建てられた石塔のこと更新校を3年18回続けた記念に混流されることが多い塚の上に石塔を建てることから更新塚等の混流に際して 供養を伴ったことから、高神供養党とも呼ばれる。高神宮とは、人間の体内にいるという三、屍虫という虫が、行神の日の夜寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くとされていることから、それを避けるためとして、高神の日の夜は夜通し眠らないで、天帝や、猿田彦や生命混合を祭り、梵行をしたり宴会をしたりする風習である。 高神道の石形や掘られる仏像、神像、文字などは様々であるが、猿は、江戸で猿に例えられるから、見猿、言わ猿、聞か猿の三栄を掘り、村の名前や高神行員の使命を記したものが多い。仏教では、高神の本尊は、生面混合とされるため、生面混合が掘られることもある。神道では、猿ヒ彦人とされ、猿ヒ彦人が掘られることもある。また、 高神島には、街道沿いに置かれ、島に同票を得り付けられたものも多い。さらに、災神として混流されることもあり、村の境目に混流されることもあった。高神島は、沖縄県を除く全国で分布が確認されているが、地域によって混流数に差が見られる。例えば、関東地方では数多く混流されているが、日本における高神信仰の中心的な自社がある京都や、 大阪など関西では、高神島の混流は、比較的少ない傾向がある。確認されている、現存最古の高神島は、埼玉県にある、高神板火で、文明3年であり、当初は、板火や赤道などが多い。正麺混合国造は、福井県にある昭法4年が、現存最古とされている。なお、奈良東大寺所有の木造正麺混合は、鎌倉時代の作とされている。 後進党の建立が広く行われるようになるのは江戸時代初期頃からである。以降、近世を通して多数の後進党が建てられた。当初は正面混合や三円蔵のほか、阿弥陀、地蔵など主尊が定まっていない時期を経て、徐々に正面混合像が主尊の主流となった。その後、江戸中期から後期にかけて後進党あるいは、 高進党文字のみ襟付ける形式が増加する。兵庫県豊岡市担当庁では、石像高進党が77期確認され、18世紀から20世紀初めに多く作られている。明治時代になると政府は、高進信仰を迷信と位置づけて、街道筋に置かれたものを中心に、その撤去を進めた。さらに高度経済成長期以降に行われた街道の、 拡張整備工事によって残存した高新島のほとんどが撤去や移転されることになった。現在、残存する高新島の多くは自社の境内や私有地に移転されたものや、もともと交通量の少ない街道脇に置かれていたため、開発による破壊を免れたものである。田舎町へ行くと、今でも道の交差している箇所や、村落の入り口などに、 更新と掘られた石灯を全国で見ることができる。ありがとうございます。